星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。今晩は星雲についてのお話です。三光星雲、惑星状星雲、暗黒星雲、超新星残骸、以上4種類の星雲について、その特徴と電子観望での見え方について解説します。三光星雲。宇宙には星と星の間にたくさんの塵があります。塵自体は光を出していないため見えませんが、近くに強い紫外線を出している星があると、星からの紫外線を受けて発光したり、星の光を反射して光るために見ることができます。このような夜空に雲のように見える天体を光を散らす星雲と書いて三光星雲と言います。三光星雲のうち、星からの紫外線を受けて塵の電子が飛び出し光る星雲を輝く線と書いて輝線星雲と言い、単純に星からの光を反射して光る星雲を反射星雲と区別して呼びます。代表的な輝線星雲としては、いて座の日型星雲 M8 やオリオン座のオリオン大星雲 M42 があります。いずれの星雲も条件が良ければ肉眼で探すことができますが、星雲の色までしっかりと見るためにはカメラを使った撮影や電子観望が必要になります。こちらは日型星雲を APC サイズセンサー搭載の一眼レフキャノン EOS70D に 135mm レンズをつけて撮影した時の見え方をシミュレーションしたものです。同じくこちらはオリオン大星雲 M42 の場合のシミュレーションです。オリオン座大星雲については、目で見える星雲星団4線の動画の中で探し方など解説しているので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に動画のリンクを載せておきます。次に代表的な反射星雲ですが、日本ではスバルでおなじみの牡牛座のプレアデス星団が有名です。生まれたての、まあと言っても1万歳以上ですが、まだ勢いのある星々から出ている強烈な光を反射して星の周りで青白く照らし出されています。プレアデス星団は目で見つけることができます。こちらも先ほど紹介した関連動画の中で探し方を解説しているので、ぜひ参考にしてください。目で見ると星と白くもやっとした部分が見えますが、カメラを使って撮影や電子観望をすると、星と星の間に青白く輝く美しい星雲を観察することができます。こちらはプレアデス星団を APC サイズセンサー搭載の一眼レフキャノン EOS70D と 135mm レンズの組み合わせの時の見え方をシミュレーションしたものです。惑星状星雲。星の重さが太陽の8倍までの星は寿命を終えると大量のガスを周りに放出します。そしてガスを出した後、星本体はスカスカになり急速に縮んでいき、白く輝く小さな白色矮星になります。この時、その星の光に照らされた星の周りのガスのことを惑星状星雲と呼びます。昔望遠鏡がなかった、あるいは性能が低かった時代に、これらは星雲ではなく惑星に見えたことから惑星状星雲という名前がつきました。代表的な惑星状星雲としては、こと座の環状星雲 M57 や小狐座のアレイ状星雲 M27、 そして光り方に特徴がある NGC2392。 こちらは以前はエスキモー星雲と呼ばれていましたが、2020年 NASA は北極圏の先住民族に対する人種差別的な用語だということで、この名前の使用を取りやめています。いずれの惑星状星雲も、星雲として色まで見るにはやはりカメラによる電子観望や撮影が必要になります。そして惑星状星雲は小さいので、カメラの望遠レンズでは厳しく、小さめでも天体望遠鏡が必要になります。こちらは小狐座のアレイ状星雲 M27 を APC サイズセンサー搭載の一眼レフキャノン EOS70D と焦点距離 600mm の望遠鏡スカイウォッチャーエボスター80を使って撮影した時の見え方をシミュレーションしたものです。こと座の環状星雲 M57 は小さいので、エボスター80だと厳しそうです。
そこで望遠鏡を焦点距離1500ミリのセレストロン C6 に変えるとまあまあの大きさに映ります。さらに焦点距離2000ミリの C8 なら十分な大きさに映ります。暗黒星雲、明るく輝く星の手前にとても密度が高い宇宙の塵やガスがあったとき、密度が低い周辺は明るくなりますが、密度が高い部分は光を通さないため、明るい塵の中に影絵のように黒く浮き立った星雲のこと、これを暗黒星雲と呼びます。暗黒と言いますが、決して真っ黒なわけではなく、単に周りより暗いため黒いように見えています。これは太陽の黒点が実際は黒い点ではないのと同じ理屈ですね。代表的な暗黒星雲としては、オリオン座の馬頭星雲や三裂星雲があります。三裂星雲 M20 は3つに裂けているように見えることからそう呼ばれていますが、実際は割れているのではなく、三光星雲の手前に暗黒星雲があるためそのように見えています。また暗黒星雲と同じような言葉に暗黒物質という言葉がありますが、これは全く別物であり関係がありません。暗黒物質は英語でダークマター、つまり謎の物質という意味で、宇宙のおよそ 27% を占める存在が確かな未知の物質のことです。さて、電子感棒ですが、APC サイズカメラに 135mm レンズでも馬頭星雲を確認できますが、やはり望遠鏡を使う方が迫力ある画像が見えます。こちらは焦点距離 1500mm のセレストロン C6 と APC サイズカメラの組み合わせた時の見え方のシミュレーションです。この組み合わせだと三裂星雲もベストな大きさで見えますね。シミュレーターの画像で三裂星雲がとても色が悪いですが、実際の電子感棒ではこのように美しく見えるはずです。超新星残骸、太陽より8倍以上重い星が最後を迎えるとき、外に向かおうとする核融合の力がなくなると内側に向かう重力だけが残るため、星は急速に小さく圧縮されます。圧縮された中心にはとても丈夫な物質が作られるため、それ以降に落ちてくる物質はそこで跳ね返され周りに飛び散っていきます。これが超新星爆発です。中心に向かって落ちていく物質は光の速度の数割というとんでもなく高速で、地球と太陽の距離の何倍もの距離を落ちていき、中心でぶつかり反射するため、とんでもなく大きな爆発となります。反射して飛び出していく星の残骸は音速の1000倍以上という信じられない高速で広がり、宇宙空間の塵と作用して光を発生します。これが超新星残骸として私たちが見ているものです。超新星残骸は超新星爆発後数十万年かけて数十光年から数百光年の大きさに広がっていきます。代表的な超新星残骸としては牡牛座のカニ星雲やカシオペア座 A があります。さて、電子感棒での見え方ですが、カニ星雲は少し小さいため最低でも焦点距離1500ミリくらいの望遠鏡が必要になります。こちらは APC サイズセンサーを搭載のカメラと焦点距離1500ミリの望遠鏡 C6 の組み合わせた場合のカニ星雲の見え方です。もっと細かいところまで見たい場合には焦点距離2000ミリの C8 などを使うと良いです。さて、今晩は様々な星雲についてお話ししました。星雲は色が美しいものが多くありますが、残念なことに暗すぎるため望遠鏡を使っても人の目では色の美しさを楽しむことができません。そのため星雲の美しい色を楽しむには電子感棒が必要になります。まだ電子感棒されていない方はぜひこの機会に挑戦してみてください。電子感棒についてもたくさんの動画を出していますので、そちらを参考にしてください。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。